笛の調子がおかしい。なるね、やっぱりおかしいね。ワイド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 、はい、なんでイタレートか。いや違いますよ、ホイティさんの子供の学園祭があって笛の調子がおかしいんですよ。はや、だだだかしてみた。あ、うん、だ吹いてみようやど。あ、よし、あや、あ、わかった。どうぞ、どっきときよ、せーの、どーれー。なに今の。みんなと、ね、ハゲちゃべん、替えのパンツ。プリムーンラジオ、はい、皆さんどうもこんばんは。フリムーンラジオ今週も始まりました。はい、お、来た。なんか今日は、いつもしない声がしますけれども、うん、安心にしきらんけ、足骨には。なんで、はいはいはい、自己紹介いきましょうか。はい、こんばんは、ナルトラです。はい、こんばんは、ホイティニッシュルです。はい、はい、あんたらちデートか。うん、おとたいデートよ。はい、ハイセイディンとウルマリ、はい、MC モミヤビ、モミモミさん、こうしてまーす。はい、そして、はい、ミキサーのエコザイロです、と。はい、さあ、そして今週はゲストさんが来られてます。自己紹介お願いします。こんばんは、闘牛女子の久高です。あ、大丈夫ですか、聞こえますか。闘牛、はい、女子の久高です、よろしくお願いします。はい、はい、いらっしゃいませ、ということで、はい、こんばんは。で、あ、今日はオープニングは、オープニング当番先週が僕でしたんで、うん、あれハゲハゲでもいいんじゃない。ぬのお、ああ、一応あ、じゃあ俺がやるか。むしろ言わせたら怖いんでね。2つほどあるんで、はい、年末に向けてみんな、あの、警察から逃げるんじゃなくて、はい、月曜日ね、大捕物を目の前で目撃してね。月曜日ですか。警察24時を目の当たりにしました。あ、マウティ、うん、あの、朝自分が配達し待ってたら、はい、いきなりあのパトカーが緊急走行して、うん、後ろから止まれって感じで車言われるから、俺かなと思って止まったら、すぐ後ろについてた、うん、おじいの車を追いかけていって、うん、細い道、俺もずっと同じ道だったから通ってったら、はい、いきなりそこで2台体制になって、うん、挟んで止めて、はい、道路封鎖して引きずり下ろして、うわ、多分飲酒だな、目がトロンしてたから。なので悪いことは知ったら逃げないでください。もうちゃんと見つかりますよね、ね、見つかるときには、というのと、あと一つね、はい、悪い話ギリギリできるやつ、うん、高校の好きなんだけど、はい、あのバイク通学してたのね、うん、本当はみんなダメだけど暗黙の了解でというか、うん、バイト持ちの人は、うん、それを分からん新米教師が、うん、1キロぐらい歩いてるところにバイク何台か仲間で隠してるんだけど、うん、はいはい、そこで事務主のバイクいたずらされたわけ、プラグ抜かれて、うん、なので仕返しに、その先行の車、うん、あのロックしてるさね、うん、関係ないさ、バンジュガニあれば開くから、昔の車は、ですね、バンジュガニで開けて、うん、ボンネット開けて、プラグコード全部抜いて、はい、2本だけ逆につないでそのままかぶしておいて、うん、修理工を生かしました。ただ修理工行ったらすぐ乗って、ただプラグ入れ替え、うん、入れ違いだから、ですよね、皆さん、あの、事故なんだけどもやらないでください。以上、はい、オープニングトークでした、ね、はい、あら、うんことしてみゃこんちゅびか、はい、まあ大丈夫でした。あの、ね、この人じゃなくてもこれはね、ね、あの、今の車は盤石にで開けられないですから、ですね、イムミライザーとか警報になりますから、いろいろなりますからね、はい、はい、これは昔だからできたんでね、はい、そうです、ね、もう、あの、ね、写真がセピアな頃の話ですからね、皆さん ね、あの、真似はしないでください。はい、以上です。やるぞさあ、ということで、今週のテーマ、はい、いっちゃいますか。いっちゃいますよ。はい、はい、どうぞ、はい、今週のテーマは、はい、ギリギリ言える悪い話。は
はい、ということで、ギリギリだよ、はい、ギリギリだよ、俺も今ギリギリだからね、もう時効を迎えてるから、はい、そういう話で結構ですので、あくまで放送に耐えうる程度のギリギリの悪い話を皆さん、はい、ね、教えていただければと思います。フリムーンレベルでね、はい、お願いします、はい、これがちょうど今いいぐらいのレベルね、自分のね、そうね、そうね、これがまあまあもう、ちょっとね、ひどこと言わせたら、はい、ミュージックシャワーで、うん、パンツの寸で掴まれたっていうのは嘘だからね、ああ大丈夫、みんな信用してるから、モーミーそういう人だと思ってるじゃん、そうあれは、ああやっぱりモーミーさんだったかみたいなね、はい、そういうことですね、これリアルガチですはいはい、そういうわけですね、15分頃から早原姉さんの歌辞典コーナーもあります、はい、そして40分頃からは名古屋支部からの生中継となっています。生です。そしてメールアドレスは moon@fmgino1.com moon@fmginowan.com。 またこの番組はですね、 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。あとツイッターも連動しているので、たくさんのツイートも待ってます。この番組は中川名木、創業67年中村製菓、民謡居酒屋やってもーれ、 R サプライ、トリプル8、名古屋ライブハウスコタン、フリムーンファミリーの提供でお送りします。じゃあ今週はいい声のナルトラにお願いしようかな。そうですね、はい、お願いします、それでは、ね、皆さんお待ちかねの、いい声でお伝えしたいと思います、うん、9月18日火曜日より動画配信が変更になりました。ユーストリームでの配信が終了し、 YouTube ライブからのストリーミング配信となります。ということで YouTube でもお楽しみください、うん、以上です。いいね、ナルトラちょい髪ちょい髪でしたねもうね、うん、ここに原稿がないんですよ、紙に貼ってあるんですけど、ストリーミング見ていただいた方は分かると思うんですけど、うん、でちょっと目が焦り気味に正面にあった張り紙を見て、あ、よかったって。見えるだろ、見ます、大丈夫です。これで見えないったら、はい、タックルステージ、あ、私見えてないからね、見えてないんじゃないですか、俺こっちにいながらしっかり見えてる、めっちゃぼやけてるよ、私いいですが、ほらほら、だからね、これはもうあれ、老眼入ってるから、あ、もう寿命そろそろ、はい、ほら、目も寿命が来てる、金かなんの福山雅郎は見えないってよ、ナンバーだの、金かなんの福山雅郎は見えないって言ってます、望遠鏡もつくね、望遠鏡はい、ということで望遠鏡が欲しいというところで CM に行きましょうか。はい、行きましょう。モーミーの声が聞きたくて FM 797聞いてます。ハゲは映らないよ大丈夫、皆さん優しく聞いてください。フリムーンラジオ、はい、フリムーンラジオをお送りしておりますけれども、うん、はい、まずちょっと、実はフリムーンラジオはツイッターもやってて、番組告知とかいろいろやってるんですけれども、うんうん、そちらの方になんか、リプライが来ておりまして。お、なんでしょう、なんでしょう。はい、ラジオネーム、よしやつですということで、はじめましてという方が、はい、はじめまして。はじめまして。
よろしくお願いいたします。趣味はマラソン中毒ですということで、マラソン、これからまたね沖縄はマラソンがいろいろと、うん、この前昭和市のハーフマラソンがあったと思うんですけど、うんうん、今めっちゃ走ってるね。那覇マラソン向けだよこれね、うん、めちゃめちゃ走ってるよ。ごめん俺も走ってるねえ、どこ行ってもあれ多分皇居前ってこんな感じなんだ。あれこのチェアジャムなんて 2,3 名引かれるはず、うん引かないで、もう優しくしてあげて、はい、ね、あの、うん、車の方はね優しくしてください、うん、そう、はい、ランナーの皆さんね気をつけてね、はい、はい、さあそれでは、うん、はい、メールいきましょうか。メール、ん、紹介しちゃいましょう。あ、ゲストの、ゲストで、ゲスト、あ、ここで、うん、そうです、はい、東牛女子の、よろしくお願いします。お願いします。はい、東牛女子の久高由紀恵さんですね。こんばんは、はい、自分から行った方がいい、やっぱり、あ、さっき言ったので大丈夫です、はいはい、意外とクール意外とクールだった、はい、なんかもう女子と言いたくないので、うん、あまり今日はですね、またあらら、今週日曜日の闘牛大会のことです、ね、うん、本人からまた、はい、宣伝があるので説明して大丈夫ですか、うん、お願いします。はい、ですね、平成最後の闘牛大会が今週末行われます。よかつ闘牛大会になります。皆さん、私多分 3,4 回この番組出させていただいてると思うんですけど、うんうんうん、見たことありますか？初めてじゃないか僕あ違う違う、この4月からですんで、この番組初めてかもしれない。初めましてやと思いますので。そうなんですね、はい、うん、他の方、自分は毎回、あ、ありがとうございます。ゆきえさんはゆきえさん、私の母と同じ名前なので、あ、そうなんですね、名前だけ、すいません何のつながりもなかった一応今日はすいません、宣伝できたので、はい、すいません、させていただきます。はい、今週末、平成30年11月18日日曜日ですね、午後1時からよかつ闘牛大会が開催されます。場所はうるま市石川多目的ドームになっております。入場料が大人男性2500円、女性が2000円、中高校生が1000円になります。今日はですね、このラジオを聞いてくれたお客様にペアチケットを一組様なんですけど、うん、プレゼントをさせていただこうかと思います。ぜひご応募ください。大丈夫ですか？大丈夫です。でありがとうございます。すごい、でプレゼントですよね、はい、これにもし当たらなくても、うん、このラジオを聞きましたって受付で言ってくれたお客様に、うん、闘牛缶バッジっていうのが私あるんですけど、はいはい、これですね、これ見えますか？見えない今あのツイキャスで見ていただいている方は、あ、見えます、ね、今ちょっとはやぶさ、はやぶさハート、はやぶさハート、私の推しなんですけど、おお、はい、OK、はい、今 YouTube ライブの方でも見ていただいてます。この子 の、 あの缶バッジがあるので、うん、この缶バッジを先着50名様にプレゼントしたいと思います。いや、この番組50人は聞いてると思って、はい、ぜひあの なくならないと私悲しくなりますみんなどんどん来てお願いします。2回ぐらい来て今から飛行機取りますよ待ってますで、うちの子も出るので、あのはやぶさハートって言います、はい、あの褒めて伸びるタイプの牛なので、あ、本当ぜひあの大きな声でハート頑張れって言ってもらえたら、あの嬉しいです。うん、よくフェイスブックでも散歩させたりしてるよや、はい、あの自分で飼育をしてるので、うんうんうん、あの本当に一緒に頑張りたいと思います。あっちこっちで眠ってるさ、この牛そうなんだ。で今ちょっと僕もこうちらっと隣でこう、うん、あの 番組ですか、はい、番組の見てるんですけど、はい、これ試合の順番、上から下に順番になってるんですか？下から行きます。下からですね。下から相撲もそうですよね、うん、あのなんていうのかな、あの横綱が一番上です ね、 そうですね、はい、あ、ここから行くので、ということは下からスタート、はい、下からスタートです。ああ、なるほど、はい、でも封切り特番であの、うん、すごいスペシャルマッチが組まれてるので、すごいあの迫力ある対戦が見られると思います、はい、うん、すごい、はい、でももうそれどころじゃなくて、ね、自分の子が出るのでもうドキドキで、うんうん、うそうですよね、もうっていうか震えまくってます。もう今から先週全頭大会あったけども、うんうん、頭の中は自分の推しでいっぱい出よう、はい、うんうん、ね、ドルバってたのに、あらららら、ら帰りたい帰りたいもう今週末のためにっていうことで、うん、はい、あ、でそのはやぶさハート号って僕はね、はい、
Facebook でもちょっと告知したんですけど、これがこの封切り特番の次の試合になるんですよ。はい、もうなるほど。2試合目ですね、ということで。2試合目すぐ出てきます。あの、じゃないと私闘牛の撮影もしてるので。あ、ですよね。はい、その、私の下の牛が撮影できなくなるんですよ。うんうんうん。ああ、もう自分の牛がかりきりになってしまうので。そうか、つきっきりになるので、うん、あの下の方にいつも組ませていただいているんですけど、うん、早めに、はい、うんうん、あの、その本番の日も自分の牛の写真は撮るんですけど、うん、もう全く撮れません、うん、震えで。あ、全く一切。先9月にも大会あったんですけど、うん、はい、もう1枚も取れてなくて、あらららら、もう本当にカタ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 手が震えて、うん、みんなが抑えにくるぐらい震えるっていう。そんなに毎回毎回こうちゃんと、ね、はい、勝負をつけて帰ってくるかどうかっていうのが、はい、そうですね、あの、すごい落ち込むんですよ、負けると。あ、そうなんだ。ま、今ここで負ける話はしたくないんですけど、でも勝つとすごいもうハッピーになるので、うん、それで、あの、もう一生懸命頑張れよ頑張れよって毎日お世話してるので、あの、皆様の声もいただきたいです。そうだね、声援が一番ね、はい、力になると思う、はい、大丈夫ですよ、ユキヤ。わがせこさまにわにん、大丈夫です。見事にモーミーさん拒否されました。拒否されました。それがいいと思う、ね、みんなわかるからね、楽しい判断です。ちょっとね、痛風がひどくなると思う。そうね、そうね、はい、そうね、早ぶさんに影響したらいけないから、はい、そうですね、ダメね。いや、うん、また、うん、その方が映ると思ってるんじゃないか。あ、違う、あの、うん、酒の間も映るから、うん、飲んでどこでも出るようになったら、もみみたいになる。もみ、違う意味で震えてるからね。ただのアルチューだ。あの、お酒飲まないと落ち着かないっていうものを、ね、あの、プル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 してるからね。はい、そうなの、それ映るから、やめて。で、また待ちよ。そして、うん、あの、闘技を始まる前に、また、うん、あの、イベントがあってからさ、うんうん、これを、うん、変な滑稽っていう、うん、ちょっとこれ文化芸能の踊りだけどさ、ちょんだらわかる、うん、ちょんだら、うんうん、ちょんだらはエサニジェルさんね、うん、この滑稽踊りはちょんだらだけ出てから、うん、とっても滑稽な踊りするわけさ、変な踊り、おお、本当に楽しい。これあれだはずよ、無形文化財になってるはず、県の。これ伝習とか誰にも見せないのに。それがこの間で、この試合、間というか試合の前にやるからさ。大会自体は1時からなんですけど、うん、このアトラクションが12時半からスタートします。なので早めに来ていただいて、うん、その、うん、それも楽しんでいただいて、うん、あ、楽しいよこれも、うん、ぜひ皆さん来てくださいね。それで、あの、これはあれかな、入場料は、入場料、うん、一応さっき言ったんですけど、もう一回言いましょうか、はい、もう一回、最初から最初から、はい、大人、最初から、うん、最初から、日付からですね、日付から、はい、日付、今週末、平成30年11月18日日曜日午後1時からですね、うるま市石川多目的ドームにて、はい、今年最後の闘牛大会、平成最後ですね、よかつ闘牛大会が開催されます。大人入場料が大人男性2500円、女性が2000円、中高校生が1000円になります。で、先ほど言ったんですけど、ラジオをお聞きになった皆さんペア一組様、チケットプレゼントがあります。で、受付の方でラジオを聞きましたと言ってくれた皆さんには先着50名様に缶バッジのプレゼントもあります。よろしくお願いします。はい、はい、ね、ということで、これチケットはチケットどうしましょうか、募集の方は、うん、募集はもう振り分のメールでどうする、これ今日そうですね、もう今週末ですからね、うん、もう今週末なので、うん、今日の、うん、今日中ですね、今日中につけば、はい、今日の23時59分まで受け付けて、うん、はい、直接あの連絡、うんうんうん、できれば FM ギノワンの方に取りに来てもらえる方、あ、そうだね、限定でこれ預けますの で、はい、これ抽選で、うん、自分たちで、ペアなの、うん、ペアですね、うん、なので、はい、必ず連絡先、うん、そうね、はい、あとお名前と ですよ、電話番号まで入れてもらわないとちょっと連絡取れないので、うん、はい、件名は闘牛ハヤブサハートでいいか。うん、キーワードは懸命にハヤブサハートと入れてもらって、はい、お願いします。はい、カタカナでもひらがなでも構いません、うん、ちゃんとハヤブサという漢字とハートはカタカナ、う
はい、でも、できればお願いしますということで、今日の23時59分まで受付で、メールアドレスは、はい、はいはい、メールアドレス。これでいいの、うん、これでいいの、はい、moon@fmginowan.com、moon@fmginowan.com です。はい、よろしくお願いします。ね、はい、で、はい、闘牛女子の、久高さんに来ていただきました。あ、それと、はい、もう一言、はい。カレンダーの方ですね、欲しい方っていうのを、ちょっとあちこちからメール来るんだけど、うん、ありがとうございます。闘牛カレンダーを毎年作成してるんですが、全部作成してるんですけど、うん、今年はすごい売れ行きが良くて、あと30ぐらいしか残ってない。すごい、30しか、うん、はい、あの、これは闘牛場内 の、うん、あの各店舗、あの上村酒造さん、うん、プリントショップタカさん、うん、やらビデオさんで、うん、販売しています、うん、でももう本当に少ないので、お早めにお願いします。当日は買えますか？あれば買えます。あれば、はい、あれば、皆さん急いで、はい、急いでくださいよ。よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、うん、はい、こんばんは。うん、こんばんは。ちょっと斜めよ、私。どうしたの？ご機嫌斜めよ。どうしたのね。ツイキャスの方がね、斜めになっちゃってますけれども。そういうことじゃないの。ほんとバカ。ごめんなさい。で、しおこちゃん来てんの？来てるわ、来てるわ、姉さん。な、あ、そっか。歌の大事だよね。どう、何を来てると思うの？バビこうかなと思ってた。姉さん、もうそれは過去のことよ。ごめんしゃんせ。さあ、行きましょう。未来へ向かって。ラジオネーム、エイミー姫です。はい。姉さん、曲の意味教えてくださいね。いいわよ。オリビアは寂しい心を慰めてくれるそうです。歌手アンリ、曲名オリビアを聴きながら。はいはいはい、うん、これシロコちゃん、ボケないでいいから、どういう歌だなのと思ってんの、シロコちゃん。これオリビア・ニュートン・ジョンのオリビアのことよね、それ。うん、あのね、うん、オリビアを聴きながらでしょ。Yes. ちゃんとオリビア・ニュートン・ジョンを聴きながらって言わないとダメなの。あ、なるほど。そう、どこのオリビアって思っちゃうじゃん。おー、え、オリビア大城のことって思うし。オリビア大城、沖縄ハーフ多いから。あ、そうね、うん、そうよね、ですね、はい、そうね、フルネームでね。そうよな、人名を言うときはちゃんとしっかりフルネームでっていうことを教えてくれる歌ね、うん、でも姉さん、ちょっとそれは無理かもしれない。これなんで？だって歌手がアンリだもの。どういうこと？もう名字がないわ。違うの。何？あれ勘違いしてる、あなた。何？しろこちゃん。あら、教えて。アン、リオ。わお。そうだったの。わお。そうよ。そこで切るの？あ、これね、いろんな人が誤解してたの。うん。アン、リなの。そう。そうよ。一つ勉強になった、すごいびっくりしちゃう。アン、ミカでしょ？あ、アンミカ。その、アン。アン、リなの。リなのね。今日は良かったね、皆さん。本当、すごい勉強になっちゃった。来てるわ、姉さん。ハイバル姉さん、そしてフリムが誇る滑りがうまいトップスケーターの皆さん、こんばんは。あら、この枕言葉誰？四国徳島のバーモントです。あら、バーモントさん。今夜教えていただきたいのは、爆竹の悪の花です。よろしくお願いします。はいはいはい。
これはね、うん、まあまあ爆竹といえばね、うん、皆さんご存知の、うん、まあ、X と並ぶ、お、もう老舗のビジュアル系バンドとして今も活動してるんだけど、うん、そうね、今もね、これね、うん、曲作って、うん、ジャケットに印刷する時点で間違いがあったのよ。え、何何何、タイトルもう一度言ってみて。悪の花。これ本当は、うん、悪の那覇。あれ、いつの間に沖縄に来たのこれ。台風で、うんうん、沖縄って台風多いじゃない。うん、スーパー閉まんの。ああそうね、そうね、うん、でも24時間やってますで有名なあの店の、うんうん、サイトを調べたの。うんうんうん、軒並み閉店よ、さすがのあのスーパー。ああそうよね。でも一軒だけあったの、うん、あ、何何、悪の那覇。素晴らしい、この喜びを歌った歌ね。姉さん本当素晴らしいわ、今週、うん、キレッキレよ。あれはね、ちょっと間違いよね、うん、あれが惜しいわよ、うん、素晴らしいわ本当は、うん、はい、ナルトロ行ってみて。悪の花じゃなくて悪の那覇、そうですね、はい。私はこれで後から輸入から何かしらもらえるかしら。しんちゃんに代わって CM で出れたりして。え、バルネーで出るの。ちょっと痛いわそれ。まだあるかしら。来てるわよ。ハヤブラ姉さんこんばんは。埼玉のはちみつ一家です。あら、どうも。曲が We Are The World、 歌手がアメリカの有名な方々。はいはいはい、はい、ざっくりね。じゃあいいかしらこれ。お願いします。あのね、これで一番印象に残ったのは、うん、シンディ・ローパーの派手さだけです。あれ知ってる？メイキングビデオ。ああ、はい、あのね、うん、あまりにもシンディがアクセサリージャラジャラする、うん、それ音早くやめてくれって怒られてたんだ。それ取れと、うん、ね、イヤリングとかね、ジャラジャラしてたからね。あれはシンディ・ローパー勝ち組です。あ、なるほど、勝ってるんだ。 We are the って言ってる割にはね。シンディの世界だったね、うん、シンディシンディしすぎたわ。来てるわ、進撃のめいちゃん、はい、本日もご出勤お疲れ様でございます。今日の歌辞典これお願いします。一個どんだけの法則。何、一個さん実際にあるのかしら、それともボケてるのかしら。めいちゃん今週も進撃失敗。あった、あった。残念ね。いつになったら進撃するのかしらね。どこへ向かって、まあ、どこに向かうのか。自分のラジオネームちゃん付けしてる時点でできないんだけどね。厳しいわ、大の男が。さすがです、うん、ね、何よめいちゃんってね。FM では微妙に変えてるの知ってんだから。姉さんそこまでにしてあげて。はい、かかったわ。姉さんなんかあの悪の那覇、かなりなツイキャスで反応来てるわよ。ああ、皆さん歌ってね。うん、ジョイサウンドにもあるから。絶対探してよ、本当に、うん、ありそうだもん本当これ。ない場合はアカペラで歌うこと、うん、ああなるほど、ね、はい、うん、指定が来ましたね。はい、東京も無事に終わった。あ、終わったわよ、以上です。じゃあ最後姉さんからの一言。はい、ほうれん草大事よ。じゃあさよなら。メールいっちゃいますか。いきましょうか。いっちゃいますよ。はい、ごめんなさい、いただいてます、はい、ありがとうございます。ドギー青空、はい、聞いてるよ。はい、ギリギリ言える。悪い話、中学の頃学校の裏門のところにうがんじかっこ墓があって、そこが溜まり場だったの。そこに溜まってるズシターのあだ名がうがんじーず。だせ笑って。よくあるパターンじゃないですか。ね、
墓で毎日騒いでごめんなさいって。あと卒業式に、生徒指導のおっさんが職員室に逃げたのでずしんちゃで生徒指導の自家用車のタイヤを4つ外して逃げてごめんなさい先輩たちが車で迎えに来て箱乗りしながら南部一周してパトカーに追われたこと本当にごめんなさい若気の至りでした。今はお利口さんになりました。これギリギリドギーさん、さすがですね。あの先週 ね, ねあのこのコーナーの、ね、あの、ネタをくれた。そう、これドギーさん初の、ギリギリいる悪い話だから ね, ね。そうですね、さすがです。ドギーさんね、この長い年月をかけてやっと言えるようになったって感じだねありがとうございます。その場で言っちゃダメなやつね。あの姉さんならあと4つ5つぐらいあるやつ。そうです。もっと数え切れんぐらいあると思う。うん、そうね。本人が覚えてないのもいっぱいあるかもしれないからね。ね。うん。だって毎週飲んだ時7人殺したって言ってましたよ。殺したっていう意味合いがなんか、そうね。考えたくなりますけどね、本当に。まあ、そのままだはず。パーパーには黙っとこうね、パーパーにはね。パーパーに言わんでね。ちょっと積みましたんで、僕は。そうそうそう、僕はちゃんと積みましたんで。うん、はい、ね。はい、次いきますよ。はい。ラジオネーム、エイミヒメです。エイミヒメさんのはどんなことがあるのかな、あるんですか。ギリギリ言える悪行ですね。はい、って、はい。はいはいはい。もう20年前のことです。パパさんが気持ちよく寝ていたので、唇に落ちにくい口紅を塗りました。そしてその後、親指の爪にペディキュア。それも、金魚の絵と、水草も描き、金魚の目にはキラリのストーン、案外綺麗に仕上がってました。かっこあら。朝目覚めたパパさん、鏡を見てびっくり、口紅を洗って会社へ。部長がパパさんを見て、昨日は頑張ったんだなって言われたと電話が鳴りパパさんには謝りましたが、私は大笑いしてしまいました。足の爪は靴下を履くときに見てびっくりしてましたが、綺麗なペディキュアに感心していました。エイミーヒメさん、かわいい、かわいい。これは悪くはないね。いやかわいい、かわいいですよ。かわいい。らしいっちゃらしいですね。で、その晩は本当に燃えたんですかね。だろうね。燃えたことを隠すためのエイミーヒメなりのこれ演出かもしれない。で、逆に言えば、しんちゃんさん、朝、しんちゃんさんに口紅がついてたら、うん、あ、前日あれかって、ね、と思えばいいと。はいはいはい。じゃあ行きましょうね。はい、はい、こんばんは、まあ、ギリギリと言えるワードを想像すると恥ずかしいことを想像してしまう変態なタッチョンです。うえ、タッチョン変態なんだから、もうタッチョン、タッチョン行きますよ。タッチョンどう、はい、はい、まあ上六地かなって書いてあるんだけど、うん、もう何、はい、僕が東京の大学に通ってた頃、うん、大川栄作のサザンカの宿の歌詞のように数年間、奥さんと遊んでました。ダメでしょ、人のでしょ、当時人の奥さんでしょ、当時28歳旦那さんアウトー旦那は今は倒産してテレビでも話題になった巨大証券会社、あそこ、あそこで、ゴージャスなマンションで、え、待って、まあ、これ大丈夫ですか、あとは自主規制、ピーじゃないですよね、ここもう自主規制入ってる、ピーって、あんなことやこんなこと、これ言えないで、ごちそうになったなってご飯を、はい、でこれはなかなか度胸ですよ、これ ね, ね, ね、あとはね、この後すごいじゃん、お邪魔してる最中ね、うん、旦那帰ってきて慌ててクローゼットに隠れとかで、シャワー入ってる隙にダッシュで帰る、はで小説のようなギリギリなことを今となってはよくやってたな、よくやるのやと感心してると、うん、でその後ちゃんと別れて、うん、今は会社も倒産して、その証券会社、ね、マンション、うん、も売り払ったと、あ、なるほど、その後の消息は分からないということで、うん、若かりし頃のいたずらということで勘弁してください。これ大丈夫なの、これあれですよね、あの人の、怖いな、ね、あの人の奥さん年下と遊んでたっていうことですよね、うん、当時のタッチョンさんからすると、うん、そう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 、ああ、タッチョンが多分年下でしょ、うん、っていうことですよね、ね、うん、大学だからね、大学生だからね、あのまあ遊び本当に、うん、あ、ちょっと今夜はタッチョン、タッチョンだな、一番じゃないこれが、タッチョン二人っきりでUNOとかやってたんでしょ、うわだ悪いなフォーを使っちゃうんだよな、ね、男女のUNOぐらいやばいもんないからね、ないですね、ちょっとまともなのどうぞ行ってみましょう、はい、
来てるわよ。埼玉のはちみつ一家です。ありがとうございます。ギリギリ言える悪い話、中学生の頃100円電子ライターやテニスのガットを使ってボーリング場にあったゲーム機をタダでやってることかな。これもやばいな。もう大丈夫、もうタッチョンさんの次ですから。あ、なんか、ソフトな感じするね。100円ライターを分解して、うん、火花を起こす部分を取り出して、はい、ゲーム機のコイン投入口でバチッとやると、はい、クレジットがついて無料でできました。はい、すんげえ詳しいね。わかります。テニスのガットを50センチぐらいの長さに切って、先端3センチぐらいをくの字に曲げて、あとはコイン投入口に入れて、シャカシャカするとクレジットがついて無料でできました。昔のゲーム機だからできたのかな。でしょうね。もうそのボーリング場はないから大丈夫。ではでは。ないから大丈夫。大丈夫。潰しちゃったんじゃないですか。犯罪でしょ。潰しちゃったんじゃないですか。これもしかして。多分みんな昔のはね、簡単なセンサーだからね、できるのよね。このありましたね。誤作動させてね。今やっちゃダメよ。今は多分できない。あの、警報が鳴るから。あ、そうです。ちょっと待って、ツイキャスの浦瀬ののりさん。はい。俺もやってた。懐かしい。もう、かも。やばいね。結構やってる人いるんだね。ね。ですね。のりさん、今社長さんですよね。それ言っちゃダメなやつ。これ、どうなんですか？僕、途中参加なので聞いてなかったんですけど。はい。フリムメンバー、皆さんは、発表したんですか？あ、自分は発表した。した。初っ端で、オープニングで。あ、なるほど。2連発。小池さんは？ギリギリ悪い話がないからやってない。ああ、もう黒か白かどっちか。そうそう。やるかやらない。グレーは何が嫌いなの？グレーはね。黒か白。グレーな、グレーとか嫌いだから。さすがフリムンのごく妻。当たり前じゃない？あ、すみません。元がつきますね。もう妻辞めました。罰がつきました。あの、どうしてか、あの、気になる人は僕に個人的にメールください。うん。いっぱい食べちゃう。細かに伝えます。これからいっぱい食い散るかすから。タッチョン。タッチョン。相手をタッチョン。タッチョンしようかな。じゃあ、ナルトラは僕ですか？僕はそんなね、あの、あ、もう大丈夫です、大丈夫です。ないです。ナルトラは白です。次行ってみようか、面白い人のメール。お、次行っちゃう？はい。じゃあ行っちゃっていいですか？はい。はい、ハイタイフリムンの皆さん、こんばんは。こんばんは。ギリギリって、どこまでギリギリなの？アレックス。はい。人によってギリギリが違うと思うから、私の思うギリギリ悪いと思うこと。離婚はギリギリ悪いわよね。俺と、いや、アレクサ、アレクサ、人には事情がある。あります。子供が、ね、子供がいたら親の都合で別れるけどさ、親から見たらギリギリセーフ、子供から見たらギリギリアウト。だからギリギリ悪いよね。タバコもギリギリ悪いよね。副流煙で相手を病気にするかもしれない。この時点でツーアウトです。でも、本人は吸ってるからお互い様と思ってるから、喫煙者はギリギリセーフ。副流煙を吸わされてる人はギリギリアウト。いや、完璧アウトでしょ。うん、だから私思うのよ。うん、喫煙者はタバコの煙を飲み込もう。食べよう。鼻や口から。うん、その副流煙を出すんじゃない。そしたらセーフになるよ。私の思うギリギリ悪い話でした。ありがとうございます。これはギリギリ毒ついてきた話ですね、これは。アレックスさん、すいませんでした。はい。どうも、申し訳ございません。罪滅ぼしといっては何ですが、抱きますよ。わかりました。もう本当ごめんね、アレックスさん。でもね、喫煙ってね、喫煙コーナーって友情が生まれたりするの。そうですね。すごい素敵なコーナーなのよ。喫煙者を追いやらないで。追いやれば追いやられたところで友情がまた生まれるから。そうですね。だんだん肩身狭いところから。迫害された者同士がこう、者同士がなんか盛り上がってね、次行こうかってなっちゃう。はい。ちょっと短いの一つ言っていいですか？はいよ！はい、お願いします。はい、こんばんはということで、実は、新垣結衣ちゃんとは、赤の他人の、まあまあ、さすが。福高まは、気まぐれお城です。はい、ありがとうございます。ギリギリなくじね、急所に勤めていたこと、心、T1 シージャーの先輩が、長い間しかし続けた稲子が、ついに OK したと、自分の車を念入りに洗車してたんですと。で、先輩の車には CD プレイヤーがなく、カセットテープのみだったのですが、僕がパチンコ屋の駐車場で半ば強引に買わされた5つのエロテープを先輩のカセット、車のカセットラックに忍ばせたら、なんということでしょう。砂目で窓を全開にしてテープを入れ替えたら、身に覚えのない喘ぎ声が響き渡り、ぬやがで慌てて入れ替えたら、今度は洋物の喘ぎ声響き渡り、先輩は吹かせました。エコさん、笑いながら言ってるか何言ってるか分からない。そうそうそう、あの、エコ頑張って。欧米の喘ぎ声が響き渡ったおかげで、先輩は振られたと。
あ、車の中でカセットテープに声を吹き込んで、うんうん、洋物と日本版の喘ぎ声のテープ、うんうん、それを彼女とのデートで先輩は鳴らしてしまったと。あ、だからムードのいい曲を流すつもりだったのに、はい、そう、あ、なるほどね、いたずらで振られましたと。めでしめでし。まあまあもうしょうがないよね、これね。今言えなかった、ごめん。うん、もうなんか ね、男の妬みがね、もうこういう現れてくるような怖い、ね、怖い怖い。まあということで、あっち、うん、ギリギリどんな悪い話が出るかな、そうね、聞いてみましょうか。行っちゃうか。はい、はい、じゃあ呼んでみましょう。はい、名古屋の皆さん、今夜はお詫びしなければならないことがあります。あら、何ですか、しょっぱなから。ダンサーズでございます。はい、こんばんは。こんばんは。残念ながら、はい、あのいつもの滑り倒す人、はい、お休みです。あ、むしろいいことですよ。あ、いいことですね。僕はあの一応番組的にはええって言っといた方がいいかなと思ったんですけど。うん、ウェルカムですね。まあええというかどうかはあのリスナーさんにお任せするとしまして、はい、まあ彼はまた来週来るかもしれませんけども、まあ来たら来たで。適当にやっててください。はい、もうなんか聞いてますよ、最近はあのフィリピンパブの女の子に入れ上げて。あ、ねえ、週4で通ってるとか、まあ、本人もフィリピンみたいだしね。だからか、物理的にフィリピンですか。まあ、まあ、ごめんなさい、フィリピンの方には大変申し訳ございません。あ、本当そうですよ。ギリギリ悪いことですか。はい、もう悪いこと多すぎてわからないんですよ。ダンさんはまあ会社の金横領してますよね。これバレたらダメ、バレたらバレたらダメダメ、あの公共の電波、ね、これね、はい、これで沖縄に、うん、来てる資金が当ててるって聞きますよ、うんうんうん、はい。あ、はい、すいません、認めた。あれ、あれ。まあ、いろいろ悪いことはありますけど、高校の時のことならまだ言えるのかなと思って考えてたんですよ。はいはいはい。ですね、いくつかありまして、先ほどあの、エコさんもあの、車でしょ。車のネタありましたよね。やったね。フラグの。はい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 。まあ、そこまでね、ハイレベルなものではないんですけど、担任の車なんですけど、はい。いつも止まってるとこが決まってて、はい、はい。で、その時ですね、自分が通ってた高校、大雪だったんですよ。ああ。雪がすごい降ったんです。で、その雪でどうしたかというと、マフラーに雪を詰めちゃいました。うわっ、おお、これ、下手したら危ないです。そうですね。やつですよ。うん。うん。そして、なんかエンジンがね、なかなかかからなくて、で、セルモーターがぐるぐるぐる回してた、ポンといながら飛んできましたよ。おお、まだ飛んだからよかったね。うん。で、もっと悪いことと言ったら、まあ、たまたまね、その車の鍵が開いてたんですよ。はいはい。で、鍵が開いてたからどうしたかっていうと、給油口を開けたんですよ。はいはいはい。うんうん、そこに水入れました。あ、よかった。水入れまでよかったですよ。これ、砂糖入れたら大変なことになってる。うん。水入れて、どうもね、調子が悪くて、しばらく大事でした。あ、だけどまだいいよ、水は。ダンさん、実はその時の先生、はい、探しました。お、今夜はしかも沖縄に今ガラスの向こうでスタンバイしてる。うわ、どうします、地獄を見るわよ。それダンさんの方ですよ。実はね、もう一つありまして。で、その方、その先生ですけど。またその先生ですか。その先生なんです、うん。まあ、ちょっと仮名で、愛先生としておきますけども。はいはいはい。その愛先生ですけど、それが元でか知らないですけど、車を変えたんですね。そう。おぉ。新車に変えたんですよ。はい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 。で、まあ多分喜んでたと思うんでしょう。うん、ちょうど暑い時で夏だったんですよ。で、その時あの、皆さん夏になると、ちょっと暑いからって言って、あの、窓を少し開けませんか？はい、はい、はい。で、開けて駐車しますよね。うん、で、それ、その空いてる隙間を利用して、自分でしてはなんですけど、エロ本5冊ぐらい突っ込んできました。ここにもいたよ。もう、ヘクトさんといい、ダンサーズ、5はキーワードなんですかね。ほんとだね。で、大
大変なことになってましたけど、誰がやったんだって実は、ね、言われてまして、うんうん、なりますよね、もちろん、まあ、誰も手を挙げませんでしたけど、それもしかしたらそれはお礼を言いたかったかもしれないですけど、ね、ああ本当だよ ね、うん、ありがとうって、ね、あまあね、まあ、楽しみが増えたからいいんじゃないですか、うん、よっぽどこの先生に集中砲火してるってことは、よっぽどこの先生に何かされたってことですか、ダンさん、うん、いや愛されてるってことですよ、愛されてるんですよ、先生に、皆さん、皆さんがこの先生に愛されてるってことですよ、あなるほど、いじってもらえるキャラなんですよ、うん、ガラスの向こうですごい激怒してますけど、本当ですね、今日はもうちょっとスタジオに呼ぶのはやめときますか、うん、ちょっと震えてますね、体がね、ただ ね、ちょっとやばかったのは、その人ちなみに柔道初段だったんですよね、道理で今一人背負い投げしてますよ、ね、よくやったね、はい、ということでですね、うん、この方もですね、なんかあると思いますよ、裏があるかもしれません、変わります、はい、スタジオの皆さんこんばんは、みそりこむすきです、みそりさん、不倫はダメですって本当だよ、有名だよ、ダカさんって方がありながら本当だよ、本当ですね、なんでそんな話が公共の電波、公共の電波、今電波乗ってる、だからそれを利用してるの、まあ、公共の電波ですので、あ、なるほどね、沖縄にも2人いますよ、利用して、うん、ごめんなさい、ちょっと、うん、やはり法に触れることはやはり今日は伝えられないということで、はい、ギリギリで言える話ですから、そうギリギリで言える話ですので、法律の範囲内で話したいかなと思います、お願いします、まあ小さい時は可愛いいたずらがあって、やっぱりその落とし穴をいっぱい作って公園にで草で隠してっていうのはよくやりました、地獄を見るわよ、いやいや それで地獄見るんなら大概の人見ますよ、うん、まあこの点で、まあ、で大体いたずらいっぱいするのは大体高校生ぐらいの時ですけれども、でも今のダンサーズの聞いたら全然私のなんて可愛い感じです理科室に入って人体模型をバラバラにして去りました、あよく漫画では見るやつですねでも結局バレて先生に自分で元に戻せと言われて、うん、意外にそれが難しかったです。あれなかなかにお高いらしいですもんね。うん、ですね。結構いい値段するから、ね。で、あれでも一回外すとなかなかやっぱり元に戻すと大変で、うん、結構それが大変だったんですけれども。で卒業するまでみそ兄さんが代わりにあそこ立ってたんですよ。なるほど。その人体模型代わりに。もう一個なんで人体模型って。骨の骨格の方もありますよね。うんうん。ああ、はいはいはい。で、骨格の方も、こう、なんか、右と左をなんか入れ替えたりとか、まあ、そんな、かわいい感じでした。ほほえましい。本当ほほえましいって感じ。名古屋のエイミー姫さんだ。ね、本当は、はい、スゲイ王子がね、もっとなんかすごい衝撃的なのを話してくれるはずだったのに、もう最近公務が忙しくて、うん、あそういえばですね、はい、もう一つありました、ほうほう、はい、修学旅行で、まあ、当然ね、その時は旅館に泊まったんですけども、テレビってありますよね、当然旅館には、はい、でお金を入れるとエロいチャンネルが映るやつあったんですよ。はいはいはい、うん、はいはい、ね、うん、それがね、横にちょうど何でしょうか、ゲームセンターにあるようなコインボックスっていうんですか、そういったものをポショ100円玉入れるとエロいテレビが映るってあったんですけど、うん、で実はですね、本当は映らないやつを裏で直結しちゃいました、うわーまあ簡単に言うと映るようにしちゃったんです。で、みんなで写生大会と。おお。あのね、6人いる部屋がね、20人ぐらいいました。すげえ。なりますね。まあ、はい。まだまだね、いっぱいありますけど、ちょっと言えないことばかりです。ということで、名古屋、以上でございます。ということで、法に触れない範囲でお話ししました。以上、名古屋からでした。もう、不倫はやめてくださいよ。そうね、はい、ダメよ。公共の電波で、うん、バラしちゃいましたんで。はい。はい、じゃあ、また、
引き続きいっぱいメール来てるので、あ、行っちゃっていいですか、行っちゃっていいですか、どんどん行きましょう、はい、はい、兵庫のみーさんでーす。早速今日のメールですが、死にそうになった話でメール出したかもしれません、はい、昔の話ですが、忘れられない悪い話があります。きっと私はクセモノかもしれません。若い時飲食店でバイトしてて、業務用のガスの炊飯器でご飯を炊こうとしていた時でした。ガスが漏れていて、スイッチを入れた瞬間、キョンという音がして、炎が一瞬上がりました。すごい爆音だったんで今でも覚えています。私は髪の毛が少し焼けて吹っ飛びました。爆発の音がなぜかキョンだったのかが不思議です。一つ間違ったら火事で店燃やしてたかもしれません。一番に出勤してたのでオーナーも誰もいませんでした。だから誰も知りません。焦げ臭い匂いが残ってるはずなのに、後から出勤してきた人たちは何も気づかなかったのです。でも私の髪の毛焼けてチリチリしてたのに、なんでやねんと思いましたが、気づかれなくてよかったんです。ある意味私はついてるやつなのかもしれません。皆さんはどう思われますか。それではまたメール出しますね。あわや大惨事なところ、ね、髪型変えても気づかない男子みたいなのになってた女だ。女だね。これはね、これ何なんだろうね、チリチリになってんのね。ね、なんかに失敗したパーマかなんかにね、失敗したときに思ったかもしれないですね。そう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 。あとドリフの雷様コントの後だったかと。こんな感じだね。じゃあこれ言っていいですか。はい、お願いします。めいめいさんからですね。めいめいさん。はい、うん、ないです。記憶正しく生きてます。お、素晴らしい。はい。はい、15歳の時にね、高校1年の夏休み、うん、場所は夜な、はい、パトカーの中で事情聴取された。あ、前科はなし、うん、ただ大島の人と遊んでただけ。何して遊んだんだろうな。はい、15の秋、うん、高校に入学して、うん、違う中学校に通っていた同級生とグルになる、うん、その子の彼氏の車、当時の日産スカイライン、白い車庫タンの車で120キロを出してパトカーに数回追われる、うん、私たちの勝ち勝ちと、ワルはここまで、うん、高校2年からは勉強一筋に頑張りましたと、うん、理由は幼稚園から片思いだった N 君と同じクラスで、彼が特進だったから、特進クラスだったから、うん、はい、頭いい子の以上です。よかった、めいめいさん。これは、まあ、今日テーマがギリギリ言える悪い話だってね、うん、めいめいさんの場合が言えないのがいっぱいあるってことでしょ。だよね、記憶正しく悪いことをして生きてると。やってるね、はい、必死になってるね、はい。あとツイキャスで、シュンが風呂上がりにベランダで全裸になると陳列剤になるのかしらってありますけど、うん、大丈夫です、あなたほどのサイズなら罪には問われません。よかったー、よかった、シュンさん。はい、よかったですね。はい、じゃあ来てます。穴町のノリです。はい、はじめまして。はじめまして、ね、若気の至りでしてしまった悪いこと、二十歳の頃の、悪い仲間と飲みに行った帰りは必ずと言っていいほど悪いことをしましたよ。うん、団地の自転車置き場にある自転車を積み上げてピラミッドにして、鍵を外して乗り回したり、道路にパイロン並べて通行止めにしたり、4月から5月で、車をひっくり返したり、夜中の防波堤から水上警察めがけてロケット花火で攻撃して指名手配になったりしてました。他にもこれ以上言えないことをいろんなことをしてますが書けません。これって時効ですよねって。あ、指名手配になってる時点でどうなの。それは時効。ノリさん外にいるから、うん、ちょっと通報しておいてもらって。そうですね、110ね、110に、はい、よろしく。ねえ、社長すごいことやってたんですね。身柄拘束して大阪に送り返さないといけません。強制送還ですね。すごいね。あとちょっとラジオネーム分かんないんですけど、これ、はいはいはい、あのマジで悪い話っていうんだけどね、うん、JD 女子大生だった頃、おギャル友達の付き合いで、付き添いで一度だけ変な経験をしました。中年の男性とおギャル3人でマックでご飯を食べた後、高級なホテルでおじさんをいじめるというやつです。わマックでスーツ姿のおじさんとご飯食べて、その後に新宿の普通のホテルへ行って、パンツ一丁のおじさんをベルトで叩いたり、蹴ったり、暴言吐くだけという何度もカオスな時間。30分で1人1万円。クオカードをもらいました。クオカード。後から知ったのですが、大手企業の役員さんだそうです。どんどん友達を紹介してもらうシステムらしく、私の友達も地元友達から紹介されたみたいです。ガチキモかったです。あ、これはラジオネーム誰ですか。いや、匿名です。匿名さんですね。そらしのさん、ありがとう。ね、ありがとうございます。そんなことしてたんだ。これもうアドレスとかで分かっちゃうって、ね、もうね。今度沖縄来たら、
空と指導に教えてあげよう。あの来週レンチャンで行きましょうね。うん、あのこの面白いショーは。うん、ぶっこみ、ぶっこみで、あのナルトラのぶっこみ来てるんだよね。ああ、あのいつもの時間の関係なので、はい、来週にあの2本まとめて行きましょう。はい、うん、来週は2本伝統です。はい、まあそこまで気合い入れてやるほどのクオリティではないんですけど、ね。はい、ナルトラ2本連続ですね。本当に、はい、だよね。ナルトラがすごいけどなんかスケベー話が聞こえる。はい、であと、うん、来週のテーマなんですが、はい、どうしましょうか。はい、じゃあいいですか。はい、いきますよ。はい、お願いします。テーマ、赤。おお、最近どっかのバカが、うん、アイスピックお腹に刺さったみたいなんですよ。あーはーはー、言ってたね。あの番組で言ってましたね。はい、なので皆様の赤、うん、あーいいね、お願いします。ちょうどいいを得てるね。うん、うん、いいんじゃない。はい、じゃあそれでいきましょう。はい、はい、来週の赤です。訳すると痛いね、はい、そうそう、標準語で言うとね。はい、ね、歌辞典もどんどん回ってます。お願いします。はい、以上です。ということで、はい、わかりました。はい、じゃあギリギリで悪い話探してみたんですけど、うん、全部言えない話だた、イケペです。おー、いいねー。あ、ギリギリ話1個思い出しました。1日で3人の人にあなただけって言ったことあります。ワイキンでした。そんな悪い話なんて見つかりません。白いナルトラでした。はい、自分これ以上ブラックなので言えません。エコザイロでした。ありがとうございました。バイバイ。ところピース裏面ピシッ。